江戸時代の33県道。園では、投資屋が行われている。現在の33県道での投資屋成人を迎える、伊手が弓を引く、本堂本堂33県道は、京都府京都市東山区33県、道めぐる町にある仏道。建物の正式名称は、蓮陽院本堂。同じ京都市東山区にある、天台州明法院の境外仏道であり、 道院が所有、管理している。元は、後白川上皇が自身の離宮内に創建した、仏道。本尊は、千住観音で、蓮華王院の名称は、千住観音の別称、蓮華王に由来する。この地にはもともと、後白川上皇が離宮として建てた、宝珠寺殿があった。その広大な宝珠寺殿の一角に建てられたのが、 連領院本堂としての三十三県堂である。上皇が眠る宝珠寺寮は三十三県堂の東隣にある。上皇が平の清盛に、混流の資材協力を命じて、長官2年12月17日に完成したという。創建当時は五十頭などもたつ、本格的な寺院であったが、県庁元年の火災で消失した。文永三年に本堂のみが再建されている。 現在、三十三県道と称されている道であり、当時は、朱塗りの外装で、内装も、極彩色で飾られていたという。建築様式は和洋に属する。三十三県道について、次のような伝承がある。後白河上皇は、長年頭痛に悩まされていた。熊野三景の檻にその旨を祈願すると、熊野権現から、落葉稲葉堂の薬師如来に祈れと、お告げがあった。 そこで、稲葉堂に参詣すると、上皇の夢に僧が現れ、上皇の前世は、熊野の蓮華坊という僧侶で、仏道修行の苦毒によって天皇に生まれ変わった。しかし、その蓮華坊のされ神戸が岩田川の底に沈んでいて、その目穴から柳が生え、風が吹くと毒ロが動くので上皇の頭が痛むので、あると告げた。上皇が岩田川を調べさせると、お告げの通りであったので、 三十三県道の千樹観音の中にされこべを収め、柳の木を張りに使ったところ、上皇の頭痛は治ったという。蓮華王院という名前は前世の蓮華坊の中から取ったものであるという。この伝承により、頭痛封じの寺として、数形を受けるようになり、頭痛山平友寺と俗称された。なお、これより前、後白河上皇の父、鳥羽上皇は、 平野清盛の父の平野忠盛の寄進により、王道白川に聖観のを祀る特徴樹院仙台堂を営んでいる。二人の上皇が、いずれも兵士の棟梁の寄進により、寺院を造営していることは、兵士流星の一員として留意する必要がある。室町時代、室町幕府の将軍、足利義則の命により、影響5年から5年をかけて、本堂や、 仏像の本格的な修復が行われている。桃山時代には、豊臣秀吉の東山大仏造営により、33剣道や、後白河天皇宝珠寺業もその境内に含まれ、周囲の築地塀などが整備された。慶長5年には、豊臣秀頼によって、南大門が、翌慶長6年には、西大門が建立されている。また、その間に、本堂や、 仏像の修復が行われている。豊臣家の滅亡後、江戸時代の初期には、宝光寺ともども33間道は、妙法院の現在も33間道は、妙法院の飛び地となっている。2017年には、45年にわたった、千樹観音立像前線一帯の修復が完了した。33間道の名称は、マメン法による表記。 三十三県紙面に由来する。三十三は観音に縁のある数字で、北家教等に観音菩薩が三十三種の姿に変じて主情を救うと説かれることによる。俗に、三十三県堂の仏の数は三万三千三十三体というのは、本尊とは木仏の千一体が、それぞれ三十三に化身するからである。桃山時代に行われ始めたという。 江戸時代には各藩の休日家により本堂西の木下で矢をいる、東屋の舞台となり、京の名物行事となった。縁の北端に的を置き、縁の南端から軒天井に当たらぬよう矢を射抜くのである。東屋の名もこの、軒下を通すということから来ている。号泣を強くいなければ到底の木下を射通すことができない。それゆえ休日家の名誉となったのである。 最高記録は、江戸時代の18歳の少年、カ佐大八郎の総矢13,053本、投資矢8133本で、1分間に9本、発射していることがわかる。その伝統にちなみ、現在は、用事のおかじ大法要と同日に、本堂西側の射程60メートルの特設射場で、矢を射る33県道大的全国大会が行われる。 弓道をたしなむ新成人参加者が振袖袴,袴姿で業者する場面はしばしばニュース番組等で取り上げられる。一般的には投資屋と呼ばれているが60メートルは弓道競技の投敵の射程であり健康による制限もないことから江戸時代の投資屋における風景とは全く異なっている。33県道の名称は本堂が真面記法で 三十三件四面となることに由来する。これは桁行き三十三件の周囲四面に一件のひさしを巡らせたという意味である。つまり柱間が三十三あるのは本堂の内陣であり、建物外部から見える柱間は三十五ある。正面に七間の後輩があるが、この区域は、慶安二年から慶安四年頃の増築である。ここで言う、間は、長さの単位ではなく、 社事建築の柱間の数を表す建築用語である。33県道の柱間寸法は一定ではなく、その柱間も今日、柱間として使われる京間、中京間、田舎間のどれにも該当しない。しばしば、33県道の1県は、今日の2県に相当するから、道の全長は332.818で、約120メートルとなると説明されることがあるが、これは、 柱間の数についても柱間の長さについても誤りである。また2016年に京都市埋蔵文化財研究所の調査により地盤は砂と粘土を相乗に積んで構成されていることが明らかになった。これは積層ゴムが建物の揺れを吸収する免震のメカニズムと共通している。南大門と築地米共に重要文化財。 本尊千珠観音像千珠観音立像千一区の内二十五像風神雷神像の内来神道内中央に鎌倉時代の武士探検作の本尊千珠観音座像を安置。本尊の左右には長大な階段状の仏壇があり、左右の仏壇に各五百体の千珠観音立像が立ち並ぶ。千珠観音立像は本尊の背後にもう一体あり、形戦一体となる。 戦一体のうちの一部の像は東京、京都、奈良の国立博物館に帰宅されていたが2018年には国宝指定を記念して博物館に帰宅の像が堂に戻り戦一体が勢揃いした1937年から20年計画で責任者の新色中之助を中心に全戦一体の修理が行われた1973年から美術院 国宝修理所によって、前線一帯の修理が開始され、45年後の2017年12月に、前線一帯の修理が完了した。先帯仏の手前には28部修造28体が、横一列に並び、内陣の左右端には、風陣、雷陣像を安置する。2018年7月に、以上30体の仏像の配置が変更され、鎌倉時代の版画など、 古記録の研究に基づいて、創建当時と同じと思われる配置に戻された。内人の左右両端には、配管者から見て向かって、左に、雷神像、右に、風神像が安置されているが、2018年7月、以前は1934年頃の修理に伴い、雷神、風神の位置が逆であった。28部修造については、配置変更のほか、 造名にも一部変更がある。木造千樹観音座像不木造展開として国宝に指定されている。余石造り、湿白、玉眼。十一面四十二比に表す通友の千樹観音像である。像本体の高さは334.8センチ。台座や後輩を含めた全体の高さは7メートルを超える。台座信号の牧書から作者は大仏主法院。 探偵、小仏氏方言安支援及び、小仏氏方言安清であり、県庁3年に作り始め、同6年に完成したことがわかる。探偵の名の後に、青年82とあり、探偵がこの時82歳であったこと、少年が逆算して、上安3年であったことがわかる。この名記は、慶安4年の修理時に書かれたものであるが、 像内の腰のあたりにある仕切り板に諸書された像像当初の名記を忠実に写したものと考えられている。本像は保存状態が良く、後世に補作されることの多い台座。後輩、天外も本像の場合は当初のものが残っている。後輩は高層化分数化絞りの上に観論十三応原神を表したものである。三十三応原神とは、 北家行関世音菩薩不問品に説くもので、観音が、主上救済のために33種の姿に変じて、現れる姿を言う。木造千樹観音立像1一畜として国宝に指定されている。寄席作り、または、割れ萩作り、失泊。造高は166から167センチメートル前後。千樹観音立像には一体ずつ番号が振られており、 道内南端の最上段が1号像、南端の最下段が10号像、道内北端の最上段が991号像、北端の最下段が1000号像、本尊背後に立つ一体が瀬に1号像である。昭和戦前期には、南側から入道し北側へ抜ける、配管順路であったため、南から北へと番号が振られている。千一体のうち、県庁元年の火災の際に救い出された、 創建時の平安時代の像は124体、再建時の像は876体あり、他に室町時代に追加された像が1体のみある。玉岩を貫入する像は5体のみで、他は堀岩である。平安時代の像には名記はない。鎌倉時代の復興像は2006年時点、504体について名記が確認されており、当時の奈良仏師、京都仏師の主要仏師が、 造造に動員されている。創建時の像のうち、配管者の目につきや水彩前列に安置されるのは、160号、280号、300号、440号、450号、570号、670号、800号、890号の球体である。探検作の像は1号20号、30号、40号、520号、 530号、540号、550号、560号の九体で、いずれも道内祭前列に安置されている。その他の主要物資の作は以下の通り。510号像には、運慶の名記があるが、これは後世の偽名と考えられている。平安時代の像は、上長様式を受け継ぐ作風を示す。すなわち、全体に太作りで、体部に、 厚みがあり、合唱した両腕の針がゆったりとし、面相は丸顔で伏し目がちである。一方、鎌倉時代の短経の作品は、長官物の作風を受け継ぎつつ、絵門船を左右非対称として変化をつけるなどの相違が見られる。各像の内部には、像内納入品がある。主要な納入品は、千樹館の恩舎月輪パイ、千樹館のおよび十八部衆ズリフツ。 戦術館のんだらになどで、スリフツやだらにの紙片を多数折りたたみ、これに木廃を添えていた。他に、阿弥陀如来のスリフツ、岩門、毛髪などの納入品も確認されている。昭和の修理時に、これら納入品の一部は取り出されたが、納入状況の確認のみを行って、取り出されなかったものも多く、全容は未詳である。兵庫県、 友光寺本尊である肉の千樹観音菩薩立像の、内一区は三十三県道の観音像と様式が一致し、東堂から移されたものと推定されている。木造風神雷神像肉として国宝に指定されている。鎌倉復興期の作。それぞれ道内、左右端に安置。風体と太鼓をそれぞれ持った風神、雷神像の姿をユーモラスに表したこれらの像は、 タワラや創達の風神雷神図屏風のモデルになったとも言われる。余石作り、彩色、玉眼。造行は風神が111.5センチ、雷神が100.0センチ。風神は風太を追い、右膝をつき、左膝を立てる。種子は4本、足指は2本である。雷神はレンツみを追い、両手にそれぞれ符を持ち、風神とは対照的に左膝をつき、 右膝を立てる。手指は3本、足指は2本である。風神雷神の図像は中国由来のもので、トン抜光窟第靴。第249靴には、アシュラ像と並んで風神雷神像が見える。日本における風神雷神の長像としては33間銅像が最古のものである。木像28部州立像28区として国宝に指定されている。寄席づり。 彩色玉眼。造工は、最大の大凡天王が169.7センチ、最小の神母女が153.6センチ。一大容気には、県庁元年の火災では28部衆造は、救い出されたことになっているが、現存の像は、技法、様式から鎌倉復興期の作とみなされている。28部衆は、千樹観音の剣族であり、 千術観音を信仰する者を守護するとされている。二十八体の中には四天皇、混合力士のように馴染み深い者と由来のはっきりしない者とが混在する。千術観音像時大砲撃という経典に基づく像像とされる。これらの像は本来は本村像の両脇を取り囲む群像として安置されていたものであるが、近代になって、 道の西浦の廊下に一列に安置されるようになり、二十世紀末に、現在のように戦隊移仏の前面に配置されるようになった。痩せ衰えた老人の肉体をリアルに描写しつつ、数高差を失わないバーヤブ戦像は二十八体の中でもよく知られている。二十八部衆は、千樹観音の属二十八体からなる群像である。三十三剣道に安置される木像を二十八。 部像二28体の各像の名称については長い年月の間に混乱が生じ必ずしも本来の造名ではないものが含まれていたこのため33件道を管理する妙法院では2018年千時観音立像1 0 0一体の修理完了と国宝指定を機に28部修像の配置外と一部の造王の名称変更を行い 学術的により正確な名称と配置に改めた。28部集は、トギボンダルマワケ、千術業の芸や、根高名業、寄進品に列挙される、五宝神にそのルーツが求められる。しかし、2018年に名称変更が行われる、以前の33県道の28部集像の、像名は、これらの経典に登場するものとは、必ずしも一致せず、混乱が生じていた。 従来の造名には、万千王、近代王、まわら女など、千寿業、本校名業のいずれにも登場しない、転居不明のものが含まれていた。また、江戸時代初頭の慶長年間に、物資交渉が28部収蔵の修理を行っているが、その際に、交渉が残した修理名には、従来の造名とは異なる名称が記されているものがあった。美術史屋の伊藤史郎は、 1997年刊行の著書において、市が上落寺の木造28部修造や京都、前林寺所造の千樹館の28部修画像との比較を通して33県銅像の正しい造名復元を試みた。長像の場合は、長い年月の間に角像の持ち物や手先などが候補のものに変わっている場合があるが、画像の場合はその恐れがなく、 造名が添え書きされた画像と比較することは、正確な造名を知るための有効な手段となる。ただし、伊藤が比較に用いた前輪寺元は、南北朝時代の作で、33件銅像の創建から約200年後、現存する28部修造の制作から約100年後の画像であることから、前輪寺元との比較によって、全ての問題を解決するには至らなかった。 2018年の造名変更に際し、妙法院では、前述の伊藤の研究成果に加え、解体修理時に見出された角像の採取痕跡、前述の慶長期の修理名、再建美術館所蔵の千寿家の28、部修画像との比較などを踏まえて造名を決定した。それとともに、道内における角像の配置も変更された。 中でも注目されるのは四天王像の配置場所である。2018年以前は、本尊千士観音座像の周囲には28部州の、うちの四天王像4体が安置され、他の24体は、趣味岩の最前列に、横一列に配置されていた。2018年の配置替え後は、本尊の周囲に、近似するのは、バーヤブ戦、大弁ンクド大ボ天王、 大尺天皇の四体となり、四天皇四体は、趣味団祭前列の本尊に最も近い位置に左右二体ずつ配置されるようになった。これは、遁光壁画などにおける戦時観音と建築像の配置を参照した結果によるものである。以下は、二十八部集の造名一覧である。印を付した十三体は、二千十八年に造名が変更されたもの。なお、 他の15体についても一部漢字表記の変更がある。28部衆の像名一覧本尊、千手観音座像のかつての安置状況。この写真では28部衆像が本尊の左右に安置されており、現在の安置状況とは異なる。千手観音立像の安置状況以下の指定文化財の所有者は、妙法院である。ありがとうございます。